塩釜,肉塩釜菊は塩釜菊属の多年層。シベリア塩釜を分類上の基本種とする亜種。半規生植物。茎は、株で分子して、株状になり、または分子しないで直立し、高さは25から60センチメートルになり、時に小枝を出す。葉は、株のものは耐性し、中部より上は誤性し、狂乱形で先は尖り、円に、規則的な住居子がある。 葉芯は、長さ4から9センチメートル、幅1から2センチメートル、基部は、丸みのある切れ形で、長さ5から10ミリメートルになる洋兵がある。花期は8から9月。茎や枝の上部に甲卵系で、包容状の小さな葉が蜜につき、その脇に花をつける。額は2辺に裂け、長さ6から7ミリメートル、幅3から4ミリメートルになる。花敢は、高子色で、 長さ2センチメートルになり、一方にねじれて2列した神経になる。上唇は筒状で、先は鎌型に曲がった唇し状に尖り、下唇は斜めに広がり、浅く三列し中央の列片はその両側の列片より小さい。湯水は、下か上唇内に4本あって、下側2本が、やや長い。果実は、果てで、長さ10から12ミリメートル。 幅5ミリメートルになる三角上乱形長乱形で、先は尖る。果てに多数の種子が入る。中国東北部、朝鮮半島、日本に分布する。日本では北海道の中部及び南部、本州、四国、九州に分布し、産地の草地に生育する。学名の俗名、パディキアラレスは、ラテン語でパディキアラムで、シラミクジョに用いられたことに由来し、 主将名のレスピナタは、果敢が反対方向に湾曲していることに由来する。アシュメイのアパシティフォーリアは対正用を意味する。和名の塩釜肉は塩釜肉のこと。塩釜とは、ゼアミの洋曲、小風、後の歌舞伎、日本舞踊の演目、塩組において、浜で海水を沸かして声援する、釜戸、塩釜があり、そこで、浜で美しいのは、 塩釜の言葉が出た。それが、浜で美しいのは、塩釜としゃれて、花も葉も美しい植物、塩釜菊という。ありがとうございます。